半年ぶりですね。今日はフィリピンの、アンヘレスクラークの国際空港から移動してきたんですけど、今、両替とか、ね、SIM カード買ったりして23時30分ぐらいですね。今までね、タイバンコクからパタヤってなんか何十回もね往復してるんだけど、空港から直に、タクシーとかでね行くのは初めてなので、ちょっとタクシーで使ってきます。グラブでもいいと思ったんだけど、皆さんにちょっと参考のためにということで今から行きます。だいたい料金としてはまあ1500バーツぐらいかな、で2000バーツとか行ってくる可能性あるんだけど、まあ、1500グラブで大体1400だから、1500で、この辺止まってますね。一応そこにカウンターがあるんですよ。でメーターでもいいんだけど、メーターだと逆にいくらになるか分からなくて、なんでまあ事前に交渉した方がいいかなと思います。なのでちょっと今から行ってきます。はい、何年か5年ぐらい前かな、コロナ前、パンデミックの前は、大体なんか1000バーツで行ってくれたっていう人は視聴者の方でね、まあ、今はそんなにあれだと思う、1500かなと思いますね。はい、2000って言ってくる可能性あるんだけど、まあ、1500タクシーね。ここでちょっと前メーターとなってるんだけど、まあ、メーターだとねちょっと分かりづらい時あるんだよね。なんでまあ多分料金、向こうも料金って言ってくると思うんだけど、事前にいくらってね、それに行く、まあ、ちょっと遅いんでね、もう12時前なんで、まあ、これで使ってくださいって言われて、ちょっと今こう来ました、5番の方ですね。ちょっとこれ取ってチケットで会う感じで、絶対まあ料金で言ってくる、まあ、料金の方がいいかなと思います。メーターよりもメーターだと本当にどのくらいか上がらないのもあるんで、最初にやった方がいいですね。よしよし、これで来ました。これで番号来てるんで、ここのところね、パーキングレーン N5 か、これもう全部出てます、こんな感じでね。で、あのドライバーとかね、あの番号、メンバー ID、 奥ですね、1800って来たよね、1500にしましたよ、1500行きます。スワラプーロ国際空港からですね、1時間40分ぐらいかな、まあ、1800、まあ、1800でもいいんだけどね、一応やっぱり平均額っていうか、あんまり値を上げすぎたら、まあ、困る方もいらっしゃるんで、やっぱり料金交渉して平均額の1500、ウーバー、あ、グラブか、グラブだと大体、1400ぐらいって言ってましたけど、まあ、あえてそのグラブを利用せずにこうタクシーで交渉するっていうね、だから危ない目に遭うっていう風に考えちゃう人は YouTube やってる人なんかでもグラブよく対応したりするんだけど、私はまあタクシーで全然交渉していけるんで、まあ、1時間40分ぐらいです。今コスモス買ってますけどね。30分、40分ぐらいかな、到着しましたね。はい、で今から今1時ぐらいなんですけどね、もう深夜で、なんかなかなかいい運転手だった。200バーツね、チップだけました。なんか1700バーツか1500だけ、まあ、チップはよくない運転手だったらあげなくてもいいんだけど、まあ、結構良かったのであげましたね。